やっべえ、終わった。ちゃー、かきさんと。やりたかった。はい。バグってますね。ああ、よかった。はい。はい。ああ、入ったか。音を割らせとくんで、手動でお願いします。はい、手動。はい。ナイスボタン。ありがとうございます。あ、夏美先生、さっきのから謝ってなかった。ごめんね、ひどいこと言って何が冷たい、なんか言ったっけあ、なんもなかったっけなんもなかったよね。もう記憶からない。オラフ君、アルマ君が逆になってますね、これ。頭だけです。あ、本当や。紛らわしい。何このバグ。ん、まあ、バグじゃなくて普通に装備を変えてる。装備変えてるんですか。ああ、そういうこと。テーテーでしょ、テーテー。テーテー。テーテー。テーテーの使い方間違ってるだろ。テーテーなぁ。テーテーなぁ。でも夏目先生一人でもテーテーからなぁ。テーテーなぁ。テーテーなぁ。テーテーなぁ。テー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 ほう。パパ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 パありがとうございます。いいボタン。右からヌーンできた人誰？あ、僕です。オラフ君ですよ。はい、オラフ君なんだ。え、なんかダメだったんですか？いや、なんで右のリアクター直さず来たんだろう。いや、僕が最初に昇降機右入って藤宮さんと入ったんですけど、そうですね、あの右に来てたんで僕が左を直そうかなと思って藤宮さんに任したって言ったら藤宮さんはタスク知ってて、でありゃーと思って、ありゃー、いや、すぐやめて直しに行きます。あ、そうです、すぐやめて藤宮さんが、ありゃー、なるほど、藤宮さんと連携が噛み合わなかったって感じで、オッケーオッケー、はい、まあでも、まあ、次ダウンロードはちゃんと終わってるんで、ナイス。これはありゃーですね。もうちょっと噛み合っていきたいですね、藤宮さん。ちょっとね、クルーとしてインポスターとして、はい、カキさん、夏目のこと殺そうとして、いやいやいや、なわけない、いや殺せるわけないでしょ。あら、マジであった、その波動。カキさん、ない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 、カキさん、カキさん、弁当は気持ちよかったですか？あ、弁当見たんですか？本当に見てはないので、まあいいです。夏目先生が嘘つけるのみんなわかってますよね。なんだこのやりとりは。まあまあまあ、諸説あるね、カキさんね。反応がね、夏目さんが嘘だ、夏目さんが嘘だ、怖いな、もう。サモアリなんじゃん。ててな、はいはい、てて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 はいはい。見られてるかな。
見られてるそうだなこれ。やっべえ、終わった。うわ、うわ、あれまさ。めっちゃシンプル。マジか。まず、ここからサントスさんを、はい、シャワー室です。アーカイブからシャワー室に下っていったらありました。即出たら。はい、2つ情報が出せます。はい、心電図見てました。私13秒ぐらい前かな、15秒ぐらい前かなに見たときにすでに2人死んでいました。ほう。それが多分。アルマさん、待って、とりあえず2人死んでました。で今最後アーカイブのベントからベントに入っていく誰かを見たんですけど、ほう、おてかベント動いたんですけど、アーカイブのベントが、はい、なんですけどちょっと誰か分からなかったんで、あのお互いに見えてる人とかいたらその辺は、そのベント案件は夏目オラフ無理です。停電中いいですか。カキもオラフ君と一緒にいましたよね、ミーティングで。最終ですね、だから無理です、うんうんうん、エンジンルームでカキさんと僕すれ違ったかな、はい、オラフくんが先に入っててカキさんが上がった状態。あ、そうですね。ああ、じゃあ、僕もその辺いたんでカキさん無理ってことは証明してくれると思います。カキさんが、うん、センターさんもいますね。金庫、でもそれは分かんなくない、別に最後の方の話だから。でも最後その弁当の話でしょ、要は。あ、弁当の話はってことか。弁当軸の話。真横さんはどこから弁当見たんですか。アーカイブの右側の扉のところでスポッてなんか入っていくのが。入っていく、どっから見たんですか。扉の前ってことですね。扉のちょっと右側になんか卓球台、ビリヤード台みたいなのがあるあたりから見ました。じゃあ、ラウンジの右下が切ってそこに入って、でもそれだと藤宮とすれ違うかなと思うんですけど。あ、藤宮さんどっからどういう発見のルートなんですか。僕は昇降機で停電を直してからアーカイブ通ってシャワー室で発見です。僕はまあ弁当は注目してなかったんで開いてたかもしれないけど見てないです。んー、なるほどね。ゾニキさんの情報もあります。お、あ、まいか。ゾニキさん武器庫の方に行ってて、まゆこさんと行かれたと思うんですけど。はい、行きました。まゆこさんすとんでもないぐらい移動してます。ぐるっと一周してます。はい、なんです。あ、その情報が出ないのが気になりましたね。あー、なるほどな、なるほど。あの、お、え、はい、あ、押して上がってきたのか。あ、そうです、ラグ、ね、ラグ、いや、え、違う、びっくりした。殺されるかと思った。何でもないです。まゆこさんはゾニキさんの情報は、あ、すいません、私完全にその心電図の情報で頭いっぱいだったんで忘れてました。武器庫のところから、私もうめちゃくちゃ回ってるのであれなんですけど、私武器庫、キッチン、セキュリティ、電気室、診察室で見て貨物ラウンジアーカイブまで行ってるんです。すみません、あの本当に挙動がやばいっていうのはあのそうなんですけど、確かに武器庫の左下あたりにゾニキさんが銃片付けてたような気はします。なんか機能字が見えた記憶もあるので。それは結局作れないんですか。はい、どうぞ。アーカイブでアルマさんを僕見てる、アーカイブで見たのはまあ、割と結構、うわー、停電よりは前だと思う。でアーカイブで見てアルマさんが怖かったから僕昇降機で早めに逃げたのね。だから最後のキルがアルマさんだったんじゃないかなって僕思うの。でそのアーカイブのベントの隣でね、死んでるのが。で僕はその後に昇降機乗って左側にいた時、夏目先生が上に上がっていくぐらいだったから、ミーティングルーム入った、夏目さん入ったよね。あ、はしごで遊んでました。遊んでたよね。そう、それを、あ、夏目先生もいる、逃げようと思ってそれも逃げて、で最後僕ラストポジ武器庫だったんだけど、武器庫に死体はなかったよ。だからゾニキさんの死体はなかった、武器庫には。でもアーカイブだったら、藤宮さん昇降機からアーカイブ行ったんですよね、はい、だったら見つけるくないですか、アーカイブで死体あるんだったら。でそれで弁当っていうのもだからな、アルマさんがアーカイブでタスクやったんじゃない。そっから武器庫まで行ってるから、まあ相当前の情報ですね。ずっととどまってると思う、考えづらいから。うん、だったら回るかなって思ったけどね、時間的には。白角って作れないんでしたっけ。3キロ引いてますけど、
弁当軸で行くんだったら、オラフ君と夏目先生はお互い見てるんですか？お互い見てない。ミーティングで見てます。ああ、じゃあ。そうですね、でも、カキさんが。俺見てないですか？いや、カキさんは怪しいかなって。やってくるんならできるくないですか？いや、でも、弁当やる。あの、音聞こえてました？あの、ヌーンの。いや、聞こえてなかったです。だから、カキさんあると思ってます。ん？あ、てか、プテアさんが使ったのか。チームは気に入った。メインホールとエンジンルームの扉のとこで見ました。それ以降は、あ、じゃあ自分は怪しいところなので一応証言させてください。昇降機見ました。昇降機で、右下の停電を直した自分です。で、まあ一応弁当で殺した可能性が自分あります。ごめんなさい、何秒前ぐらいですかそれ。だいぶ序盤です。あ、序盤なんだ。あ、序盤か。序盤、ちょっと俺もいいですか、怪しい位置だと思うんで、あのメインホールでもう直前にオラフ君とすれ違って今電気室にいます。うん、これって2票は絶対合わさっちゃうだろうし、今日釣る日ですよね。しかも人狼が2人いてやばいよね、うん、やばいよね。うん、なんかなんだっけ、オラフ君の証言だと、カキさんが昇降機で右側に行ってキルしたんじゃないかって話でしたよね。いや、オラフ君はそれもあるんじゃないかみたいな話。あ、そう、オラフ君はカキさんを怪しんでるって可能性みたいな、うん、でもそれだとプテハスさんとの昇降機 の、 あの時系列がちょっと合わないかなと思うんですよね。直前に弁当に入った人がカキさんだとしたら、プテハスさんもっと早い段階で右から左に行ってるので、藤見は死体発見してて、真由子さんも、まあ、弁当見てる本人なんで、僕が位置としてはプテさん。ドアは、ドア越しなんでしたっけ、真由子さんが弁当見たのって。ドア越し、厳密に言うとドア越し、ドアは僕が右から左に行ったタイミングは藤宮さんが分かるでしょう。藤宮さん、藤木さんも武器庫で目撃されてるので、僕はプテさんに入れたいんですが、うん、どうですか。オラフ君からゾニキさんの情報が武器庫ら辺で舞妓さんって出てるんですけど、まあ舞妓さんを白置きですが、もうここで、まあ、神殿見て大移動っていうのが逆にそうですね、うん、白いかなって思ってるんですけど、正直僕は白照明ができないわ。まあ申し訳ない、しかも二郎いるから跳ね返すこともできない。まあこれは本当、うん、じゃあ僕は、うん、わかんねえ、カキさんに入れるわ。じゃあなんで、いやわかんない、ごめんね。ちなみに今のキルも、あの舞妓さんは無理だと思いますね、うん、電気室に一緒にいた。いや、ねえねえ、カキさんに入れた2人って誰誰。僕は入れた、まゆこです。あ、OK です、 OK。 いや、無理ですこれ。え、こんならさ、待って待って、これ負けるかね。うわ、最悪、なんでリアクターなしは勝ち確かない。一つ気になることがあるんですけど、はい、いいですか。先端さんが全然扉開けてくれないんですけど、すいません、めてましたか。めっちゃ焦って失敗しまくりました、すいません。もう何の言い逃れもできません、それは。はい、いや、なんかキルクール貯めてるのかなって思って、コミュニティしない、それはごめん、ごめんごめんごめん。でもそれだったら、逆理論になっちゃうけど、僕それだったらリアクター鳴らします。それだったらわざわざコミ鳴らさないです、うん、僕エンジンで湧いて、しかも3人湧いてるでしょ、夏目先生と、はい、まあまあまあいいや、その話するんだったら僕リアクター鳴らします。それだったらキルクール貯めたいんだったらね、肩が鳴らした可能性もあるし、あ、まあまあまあ、だから一概には言えないかなって思ったのと、うん、ちょっとなんか露骨にそう見えてしまったっていう。ああ、申し訳ございません。はい、
で、まやこさんとさ、藤宮さんがもう白く置くしかなくて、はい、この夏目かき先端視点で、うん、で、その二人の連れ先に自分を合わせようと思うから、二、うん、人で話して決めてほしい。ミーティングにいたのって、オラフ君と夏目さんとかきさんですか、最終は。最終ミーティング、あ、そうですね、はい。はい、というか、あの私の、まあ、個人的な意見になるんですけど、この盤面でボタンを押してくれてる夏目先生は白いと思うので、先端さんかかきさんに揃えたいなと思います。それだとプテハシさんつった意味ないですね。私プテハシさんはどうなのかなって正直思ってたので、どうなのかなと思ってるんですか。あ、そうだよ、入れた投与入れたのってまやこさんと入れてないから、プテハシさんにプテがかきさんに入れてる。先端視点では自分の方が怪しい。だから夏目先生とプテハシさんだったら成立するんですよ。で、今のコミサバ鳴らしたのも納得できるし、ボタンを押したのも納得できるんですよ。ここで釣っといた方がいいからね。二郎ケアするならカキさんかセンターさんですが、言ってマイクさんしてカキさん、カキさんに入れます。いや、やめてください、やめてください。うん、わかんない、センターさんのがガチ焦りだったら申し訳ないから、そう、うん、わかんない。じゃあ、わかりました。すみません、違ったらごめんなさい。なん、近くだったのに、マジか。ゆっくりやるか。いや、あ、頑張るしかないな。ああ、最悪。はい、はい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 、はい、いいですか。あと通信室で死んでました。で、死体の横で隠れて待機している先端さんを見ました。あ、僕が、通信室を直したのが多分まゆかさんかな。で、僕が通信室に近づいた瞬間、夏目先生が通信室から出てきて、
レポートって感じでしたね。まあお互い出会うので藤宮さんが来ました。だ正直センターさんに入れたいと今は思ってます。ああじゃあ理由は何かありますか。あオラフ君の時ってセンターさん資料取れますか。オラフ君の、また、6人番目の時ですね。6人番目の時は、取れないですね。セキュリティにいたんで、セキュリティに助けやってましたね。で、あと、まあ、初日も、まあ、ミーティングにいたのが、一応、オラフ君と夏目さんはお互いそこで死にされてるという状況で、まあ、うん、僕はアーカイブ付近にいたので、まあ、弁当も、結局、センターさんって弁当は無理なんです。そうです、無理です。僕、金庫してるんで。で、それが、その容疑がプテハスさんで釣ったんじゃないですか。だからプテハスさんと夏美さんの、LINE が、まあ、昨日からあるって言ってたと思うんですよね。ね、金庫室の話って誰か証明できる人いましたっけ。あ、それが柿さんですね。はい。もう今いないんで、あれですけど。シャワー室のサントスさんも。だから僕、オラフ君を見てなかったので、柿さんに、ミーティング、先にオラフ君がいたんですかって聞いたんですよ。じゃあプテラ高橋夏目を視点として出している先端がいるじゃないですか。自分は多分先端下記かなだったら、うん、まあそれだけです。どっちもほぼフラットなんですけど、まあ、うん、どっか証明できるかな。どこの切りで証明できるかな。日も結局見ちゃった。アルマさんの情報がおかしいんだ。そうだ。アーカイブの情報出したのがプテハさんなんですよ。アルマさんの情報出したのが。そこで、したい。いやー、これは。わからん。どうだ。ナイスファイト。ナイスファイト。いやーこれマジでもう。ナイス。センターさんすいません。いや申し訳ない。いやもうリアクター鳴らせばよかったんですねあれ。いやもう夏目先生がもうすごいもう花丸。花丸でしたね。いやーよく来ましたねコミュ。いやあまあすいません。いや。下探しに行ってたんだけど。間に合ったなボタンもレポートも。そうですね。5人番目で夏目さんが押してくれたの。夏目先生最後よく見つけたね。そうね。ナイスすぎるマジで。ね、これ使ったらなんか戻りそうですよね。ね、なんか心理的に。まあ右回りずっと昇降機アーカイブシャワーメインホールエンジンって言ってて、まあさすがに真横さん下には行かねえだろうと思って、まあ死んでるんだったらそのそこらあたりかなみたいな。まあ、コミュニケーションボタンに救われたわ。いやもう夏目ボタンもねまたですね、もう100負けだと思ってましたね。あ、そう2番目になったタイミング、負けたと思ってナイスファイトって言う準備してたから、ね、負けてね、もうね、負け空気でトニキさんが霊界で変な歌歌ってね。そうかな、シャワーアウォーとか言ってたんで、ひどいって誰が歌いました。今のは試合だった。いやすごいすごい。ベントが結局カキさんですか。まあ違います。あ僕ですね。センターさん僕ですね。いやまあでもセンターさんが金庫に乗ったことある。そう僕死体ね、ごめんなさい、あのアーカイブの上の本棚のとこにあったね。藤宮さんとかも何回もそう素通りしてたから見てなかったな。ちょっと怪しくなっちゃって。アーカイブの上で殺して サンタさんで僕のベント見ました。いやあのね、初め一瞬違うかなと思ったけど、でもあの位置に行くわけねえなと思って、一回少なくても押そうと思って逃げたら殺されました。で途中で追いかけられた時点で、あ、これ死んだなと思いながら。あれなんですよ、僕アーカイブで、上でアルマさん殺して、弁当入って、貨物室の弁当で出てきたら目の前にサントスさんいて、診察室の方に逃げたけど、絶対殺してやると思って、アーカイブシャワーまで行って殺して、弁当入ったら弁当見られてて、みたいな。あ、終わったー、みたいな。大逃亡だけど殺された。そう、霊界目線だと藤宮さんと真由子さんが先端さんの弁当見えてるかなって思ったんですけど、見えてなかったです。いや見えてなかったですね。でも最後2人の間で入ってたから、そう終わったと思って両方に見られてたと思っていや全然分かんなかったです。ちょうどあの影になる四角のところだったんで、画面には映ってたっぽいです。画面には見えてたんですけど誰かは分かんなかったです。まあまあそれはそうです、まあ、最後あれあのリアクター鳴らしててもね、まあ、間に合ってたらまた変わってたんで全然。はい、何秒だったの。あと3秒ぐらいです。うん、
あ、そうなんだ。いやー、これ、コミサマ直すのが遅くても負けてましたからね。そうそうそう。だから、マユコさんの言う通り、僕、もう、マユコさん殺そうと思って、もう、殺意は感じました。ドアで、はい、ずっと待ってますね。扉を開ける気がないっていうのが分かったんで。いや、マジでナイスだったなぁ。よかったわ、これ。ね、よくね。てか負け格だったからでしょ。僕に票が集まった時にはもう、ああこれはもう死ぬわってなった。正直全然容疑者だったからね。プテさん霊界来たしか。ゾニキさんはどこでやられてたんですか。ゾニキさんは。あれ私どこだっけ。ゾニキさんはカキさんですよ。ああキッチンだ。キッチン。そう、あプテアスさんとすれ違ったんで。そう、プレアスさんに見つかるかなと思ったけど、いやマジでナイスだったな、マジで。あれね、ハンドガンしまってたからよかったわ。いや、もう負けを確信してました。正直全然分からなかったので。分かんなかったね。全然分かんなかったです。7人盤面